はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は JGC 修行を兼ねまして北海道旭川市からオーストラリアの大都市メルボルンに旅行に行った動画のパート4です。皆さん、ワイン好きですか？わしゃワインはそこまで飲む機会がないんですが、洋食を食べるとき結構飲んじゃいますね。パト4の動画ではメルボルン郊外にありますオーストラリアを代表するワイナリーや、メルボルンにある世界遺産大井展示館とカールトン庭園、南半球で一番高い展望台などにつきまして紹介したいと思っております。 4K 映像かつ20原稿の字幕を歯車マックから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。パート1の動画では北海道の真ん中、旭川空港から羽田空港、その後成田空港からオーストラリアメルボルン空港まで合計区間マイル5667マイル、距離で約 9118km を移動しております。それ以外には成田空港第2ターミナルの JAL ラウンジや両替情報につきまして紹介させていただいております。パート2の動画ではメルボルンから約4時間で行きますオーストラリア最大級のスキー場マウントプラーについて紹介しております。パート3の動画ではメルボルン市内観光と人気のハンバーガーショップやステーキレストランなどにつきまして紹介しております。私は過去にベトナムの首都ハノイやベトナム最大の都市ホーチミン、タイの首都バンコク、マレーシアの首都クアラルンプールを旅行した動画を作成しております。これらの動画を見ていただければ旅行に行った気分になれるかと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。わしは筋トレが趣味なんですが、今回の宿泊先であります YEHS ホテルメルボルン CBD にジムがありませんでしたので、フリンダースストリート駅の近くにありますジムに行ってまいりました。今回行ったジムの場所ですが、奥に見えますフリンダースストリート駅からも近く、鉄道の高架下にありました。こちらのジムの名前の読み方がわからなかったんですが、ビジターでも利用することができました。利用料金は20オーストラリアドル、日本円で約2000円でした。私もお土産で買ったんですが、オリジナルの T シャツなども販売しておりました。私はこちらの受付で利用料金を支払いました。オリジナルのプロテインシェイクも有料で注文することができます。動画では紹介しておりませんが、奥に更衣室があってロッカーもありました。この辺りにはランニングマシンがたくさんありました。筋トレマシンもかなり充実しておりましたね。今回の動画には映っておりませんが、ベンチプレスなどのフリーウェイトもありました。旅行や出張でメルボルンに来られた際に筋トレをしたいなと思ったら、ぜひこちらをお越しになると良いと思います。この日はメルボルン郊外の観光スポットでありますヤラバレーに行っておりますが、それ以外では2日前に行ってまいりましたオーストラリア最大級のスキー場マウントブラーはメルボルンから約 244km の場所にあります。マウントブラーでは日本の夏の時期にスキー、スノーボードをやることができるんです。私は過去にこちらの動画でマウントブラーにつきまして詳しく紹介しております。興味がある方はぜひご覧いただければと思います。またメルボルン郊外の人気景勝地でありますグレートオーシャンロードが有名ですが、今回旅行の日程が短かったため行くことができませんでしたが、過去に行った際の写真をお示ししております。グレートオーシャンロードは世界で最も美しい海岸線と言われております。お示ししております写真の中にもありますが、十二使徒の岩が一番人気だそうです。私はメルボルンからの日帰りツアーで行きましたが、運が良ければ野生のコアラに見ることができるんです。おばさん、またリベンジしたいですね。今回メルボルン郊外の観光スポットで行ってきた場所はヤラバレーです。ヤラバレーはメルボルン市内から約 57km の場所にあります。ヤラバレーには大小のワイナリーが点在しております。ワイナリーによってはワインを買ったり、レストランで食事をしながら美味しいワインを飲めたりできますので、人気の観光スポットになっております。ヤラバレー周辺の地図をお示ししております。他にもたくさんワイナリーがありますが、今回は2カ所のワイナリーと人気のチョコレート店に行っております。最初に行ったワイナリーはドメインシャンドンです。ドメインシャンドンは
フランスのシャンパンで有名なモエーシャンドンが設立しました。海外で4カ所目のワイナリーだそうです。こちらではワインの販売やテイスティング、レストランで食事などを楽しむことができます。それではヤラバイデンに向けてメルボルンを出発したいと思います。メルボルン市内から約 57km の道のりを約40秒でかいつまんで紹介しておりますので、再生速度を上げております。今トラムの線路の上を走行しておりますが、両サイドにあります建物がとてもおしゃれですよね。この辺りはヤラバレーに近い街だと思うんですが、ロードサイドにいろいろなお店がたくさんありました。メルボルン市内からヤラバレーまでは車で1時間ぐらいで行くことができました。こちらを左に曲がりますとドメインシャンドンがありました。駐車場からワイナリーの中にある建物の方に歩いていきました。ここから建物の中に入っていきます。こちらで有料ですがワインのテイスティングができます。ただ予約が必要だと思います。こちらではレストランがあって、私は中で食べたんですが、奥にテラス席もありました。こちらのテラス席は開放感があって最高のロケーションじゃないかなと思いました。私は庭に出てみました。奥にぶどう畑があったんですが、私はこちらで記念写真を撮りました。売店ではこのワイナリーで製造されましたワインを販売しておりました。写真に見えますワインは33から44オーストラリアドル、日本円で約3300円から4400円でした。こちらには載っておりませんが、中には1万円以上のワインも販売しておりました。レストランのメニューです。私は3種類のハーフワインを味わえるセット、25オーストラリアドル、日本円で約2500円と赤枠の料理を注文しました。3種類のワインを飲んだんですが、どのワインも特徴があってとても美味しかったです。ワインの後に料理が出てきたんですが、じゃがいもや生ハムなどどの料理も美味しかったです。ドメインシャンドンに行った後、こちらもヤラバレーで有名なワイナリーでありますイエリングステーションに行きました。こちらのワイナリーは1850年代から本格的にワイン醸造を開始後、パリ万国博覧会でグランプリを獲得するなど華々しい経歴を持つワイナリーだそうです。こちらでは有料ですがテイスティングもできますし、こちらのワインを購入したりレストランで食事をすることができます。先ほど来ましたドメインシャンドンと並んで人気のワイナリーですので、ヤラバレーに行く機会があればぜひ行かれてみてほしいと思います。ただメルボルンなんて遠くて行けるわけないだろうと思っているそこのあなた、ヤラバレーのワインをアマゾンで購入することができるんです。興味を持った方はぜひ一度アマゾンで購入して飲んでみてほしいと思います。ヤラバレーで最後に行った場所はヤラバレーショコラトリー&アイスクリーマリーです。こちらはヤラバレーにありますワイナリー以外で人気の観光スポットです。こちらでは約250種類のチョコレート並びにアイスクリームを販売しております。敷地はとても広くて、外で日向ぼっこをしていたり寝そべっている方もいました。奥に見えますアイスクリーム屋さんには行列ができておりました。それではお店の中に入っていきたいと思います。ウェルカムチョコレートなんでしょうかね。チョコレートを無料で配っておりました。ガラスの奥でチョコレートを製造しておりました。様々な種類のチョコレートを販売しておりましたが、その一部を紹介しております。それらのチョコレートの値段をお示ししております。私もお土産で買いましたが、とても美味しかったので、ヤラバレーに行く機会があればまた買いたいと思いました。ヤラバレーでワイナリーなどを観光した後、メルボルン市内に戻りました。私はメルボルン市内に戻って最初に行った場所が大井展示館とカールトン庭園です。大井展示館とカールトン庭園は2004年にオーストラリア初の世界文化遺産に登録されています。大井展示館はメルボルンの中心部の北東端に広がるカールトン庭園の中にありまして、1880年の万国博覧会のために建てられました。そしてカールトン庭園は1839年に
ビクトリア植民地初代総督が公園用地としたことが始まりだそうです。わしもこちらを散歩して大井展示館を背景に記念写真を撮っていただきました。大井展示館とカールトン邸に行ったとアーボリーバーに行きました。わしは大井展示館とカールトン庭園から歩いてアーボリーバーに向かったのですが、途中メルボルンのチャイナタウンを歩きました。チャイナタウンはいろいろな国にありますが、メルボルンのチャイナタウンは建物もすっきりしておりまして歩きやすかったですね。以前メルボルンに来た時に食べた小籠包が美味しかったのを思い出しました。この辺りはお店がたくさんありましたので繁華街だと思いました。撮影した時間が午後4時ぐらいだと思いますが、かなり人が多かったです。こちらではメルボルンのお土産が買えそうですね。パート3の動画で紹介しました両替所がリーガーにありました。お寿司を売っているお店もありました。メルボルンでは意外に日本食のレストランが少ないんじゃないかなと感じました。目の前にフリンダースストリート駅が見えました。フリンダースストリート駅の横を通って屋良川の方に歩いていきました。フリンダースストリート駅のすぐ後ろには橋がありました。橋からは屋良川と奥に後で紹介させていただきますユーレカタワーも見えました。屋良川沿いの遊歩道を歩きました。メルボルンのセレブはこちらでランニングしているんでしょうかね。屋良川沿いにありますこちらのアーボリーバーに行きました。このお店は屋良川を望むことができる抜群のロケーションのバーで、朝食の時間から営業しているそうです。トリップアドバイザーに掲載されておりますメルボルンの軽食店380軒中11位にランクされている人気店です。それではお店の中に入ってみたいと思います。このお店には窓がありませんので非常に開放感がありました。こちらでドリンクを注文しました。このお店のメニューです。私は赤色の枠のカクテル21オーストラリアドル、日本円で約2100円を注文しました。私は屋良川を望むことができるカウンター席で飲みました。果物の果汁が入ったカクテル、とても美味しかったです。私はアーボリーバーにいた後メルボルンスカイデッキに行ってみました。超高層ビルのユーレカタワーの88階にメルボルンスカイデッキがあります。メルボルンスカイデッキは高さ285メートルにあります。南半球の展望台で一番高いそうです。入場料金は大人が34オーストラリアドル、日本円で約3400円、4歳から16歳が23オーストラリアドル、日本円で約2300円です。私がここに行った時間が18時ぐらいでしたが、かなり並んでおりました。こちらではメルボルンの街の模型が飾ってありました。おじさん、エレベーターの中に入りました。私は階数表示を眺めておりました。あっという間に展望台があります88階に到着しました。展望台からの景色を再生速度を上げて紹介しております。この展望台では外に出る場所がありますが、フリンダースストリート駅や先ほど行きましたアーボリーバーなんかも見えました。私は夜景を撮影しようと待っておりました。
だんだん暗くなってメルボルンの夜景を見ることができました。メルボルンに来る機会がありましたらぜひ一度こちらの夜景を見てほしいなと思いました。私はメルボルンスカイデッキから歩いてクラウンカジノに行ってみました。こちらの立派な建物にクラウンカジノがあります。おじさんはヤラ川沿いを歩きました。こちらから建物の中に入りました。カジノの入り口には警備員がおりましたので遠いところから撮影しております。左側の場所からカジノエリアに入ることができました。こちらのクラウンカジノは南半球最大級のカジノだそうです。ただこのビルはカジノだけでなく高級ブランド店やレストラン、クラブなんかもありました。写真に見えておりますスロットは1回 2.5 から500オーストラリアドル、日本円で約250円から5万円で遊ぶことができます。それ以外にルーレットやブラックジャックなどを楽しんでいる方もおりました。本当はカジノの中を動画撮影したかったんですが、申し訳ないんですが写真だけになっております。その理由は赤の矢印をご覧いただければイメージできるかと思いますが、防犯カメラの数がものすごい数だったからです。さすがにおじさんビビってしまって感じるのはしませんでしたが、次回は雰囲気が分かったのでお遊び程度にやってみたいなと思いました。私はこの日のディナーをサザンクロス駅近くにありますレストラン1903で食べました。このお店ではオーストラリアのローカル料理でありますチキンパルマを食べることができます。トリップアドバイザーに掲載されておりますメルボルンのレストラン3035軒中250位にランクされているレストランです。このお店はメルボルン空港へのバス停がありますサザンクロス駅からもすぐ近くの場所にありました。お店の中の様子です。お客さんがたくさん入っておりました。このお店のメニューです。字が小さくて見えにくいと思いますので参考程度にご覧ください。私はチキンパルマ 27.5 オーストラリアドル、日本円で約2750円とステラアルトリスの生ビール5オーストラリアドル、日本円で約500円を注文しました。チキンパルマのチキンはカリカリに揚げてあって、ケチャップとチーズが混ざり合ってとても美味しかったです。かなりボリュームもありましたね。こちらのタップビールは苦味が強いんですがチキンパルマと合いました。これで今回の動画は以上になります。パート4の動画のダイジェスト映像をご覧いただきながらエンディングにさせていただきます。今回の動画ではメルボルン郊外の人気観光スポットでありますヤラバレーに行ってみました。ヤラバレーにありますワイナリーはただのブドウ畑ではなく、ロケーションが素晴らしくおしゃれなレストランが併設されておりまして、とても素敵だったと思います。そしてオーストラリアで最初に世界文化遺産に登録されました大井展示館とカールトン庭園もとても素晴らしかったです。南半球で一番高い展望台でありますメルボルンスカイデッキからの夜景は、女性がいたら絶対口説ける自信があるくらい素晴らしかったですね。おじさんはヘタレでしたのでできませんでしたが、クラウンカジノはインパクトがありました。最後にオーストラリアのローカル料理でありますチキンパルマを食べることができましたので、おじさん大満足の一日でした。パート5の動画ではメルボルン空港のランジや日本航空便に乗ってメルボルンから最終目的地であります北海道の真ん中旭川空港までの模様などにつきまして作成していこうと思っております。もし作成した際にはそちらの動画もぜひご覧いただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。おじさん、次回はカジノで儲けたいな。